爽やかさん、爽やかサンシャインのピコと、ピコとパツマです。いつもゆずちゃん、よろしくお願いします。いや、最近ですね、散歩にハマってまして、この間も散歩してましたら、前から可愛いワンちゃんとその飼い主さんが歩いてきたんですね。そんなびっくりする？そう、それでその歩いてきたんですけど、だんだん近づいてきたら、その可愛いワンちゃんだと思ってたのが実は豚さんだったんですよ。嘘でしょ？うん、そう。それでその首輪とかもちゃんとつけてるタイプの豚で、もうびっくりしたから飼い主さんに、え、豚ですよねって、名前なんて言うんですかって聞いたんですよ。そしたら、手持ちちゃんですって言われたんですね。何ですか？わかんなくないですか？だから、何それって聞いたら、その飼い主さんが、いや、僕、あの手持ち豚って言葉あるじゃないですか、あれをちっちゃい頃手持ち豚さんだと思っててみたいな。で、そのちっちゃい豚に手持ちちゃんってつけたみたいなことを聞いて。本当に？うん、本当に。信じられない。あ、ごめん。信じられないぐらい日本語が汚いね。どこが？話聞いてた？重ね言葉って知ってる？あの頭痛が痛いとか。そう、同じことを2回言っちゃう、言わなくてもいいことを言っちゃう、そんなんばっかり。あった？じゃあ最初からもう一回教えてくれる？はい、はい、どうも、爽やかサンシャインのピコとポツマです。よろしくお願いします。いや、最近ですね。最近、エピソードトークって絶対最近だから言わなくてもいい。いいです。え、言わん、この後に及んで言わなくていいですよね。いいか。じゃあ、散歩にハマってまして。それも言わなくていいな。なんで？あなたが散歩にハマってんのは見たらわかるから。わかるか？わからなくないか？わかりますよね。わかんないだろう。まあいいか。じゃあなしで。最近と散歩にハマってる。なし。なし。この間も散歩してたんですよね。散歩にハマってたら散歩するから。するか。おいおい。そしたら、可愛いワンちゃんと、それそれそれ、可愛い犬、これ重ね言葉ですよ。犬は可愛いもん。可愛い犬って、可愛い犬を2回言ってることになりますからね。だから犬でいいんですね。じゃあ、ただの犬がいました。ただの犬っていうか、まあ犬、犬がいまして。犬はいるよね。じゃあ犬、犬。そしてその飼い主さんがいまして。犬がいたら飼い主もいる。いや、野良犬だったらいないだろ。野良犬だったら野良犬って言えばいいんだよ。じゃあ、犬、うんうん、飼い主さんはいらない。いらない。犬が歩いてきて。犬は歩くよ。犬も歩けば棒に当たんだよ。近づいてきたら、犬は歩けば近づく。豚だったんですね。豚。 それで、話してて、犬がいたら飼い主がいて、飼い主と話すでしょ。話すか。手持ちぶさたが、手持ちぶたさんに、つまり手持ちぶたさんになった。豚、手持ちぶさた、手持ちぶたさん、うん、どれか一つでよくない？そうかな、いるくない？どれがいいと思う？豚かな。手持ちぶたさん。あ、そうなの？手持ちぶたさん一つでいいんです。な、そうなんだ。じゃあこの話最初からもう一回やってみようか、うん、はい、はい、どうも。ちょっと待って待って、はい、どうも、いらなくない？いや、いるだろ。もしかしていらないんじゃない？いらない？いらないかも。なんで、いる、いる？漫才師って絶対はいどうもって言うじゃん。この後に及んで私たちが言わなくてもいいんじゃない？確か、分かってるもんね。分かってるもんね。じゃあ、はいどうもなし。なしで、爽やかさん、もう言わなくていいか。書いてあるし。分かるよね。分かりますね、じゃあ。じゃあ、ピコと、と、おつま。は言わなきゃ分かんない。分かんない。じゃあ、よろしくお願いします。よろしくお願いしなくていいかも。いや、よろしくお願いをした方がいいかも。漫才師って絶対よろしくお願いするじゃないですか。別に今さらいいですよね、私たち。分かりきってますもん、ね、こんな下っ端がよろしくお願いしなくてもね。じゃあいいか、うん、じゃあ本編に入っていいですか。はい、犬、うん、豚、手持ち豚さん、犬、犬、手持ち豚さん。じゃあ最初からもう一回、はい、ピコ、ホツマ、犬、手持ち豚さん、もう一回、ピコ、ホツマ、犬、手持ち豚さん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 、ピコ、犬、ホツマ、犬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 、ピコ、犬、ホツマ、猫、ピコ、手持ち豚さん、猫、犬、ホツマ、犬、ピヌ、犬、猫、ピヌ、ね、猫、豚さん、猫、ピヌ、犬、猫、猫、
猫犬あーもう話わかんなくなっちゃった。わかんなくなっちゃった。もう一回教えてくれる。はい、じゃあ、はい、どうも、さわやかサンシャインの猫と犬です。よろしくお願いします。いや最近ですねピヌにハマってまして、昨日の昨晩も昨日してたんですね。そしたらついに馬から落馬しちゃいまして、もう頭痛が本当に痛くて、重ね言葉、もう頭痛痛い治療専門病院院に行ってきまして、何それ、処方箋を処方してもらったんですね。そしたら頭痛が痛かったのが見事に完治しまして、はいはいはい、もう完全に完治しまして、でそれで、まあ、頭痛が痛いのが治っちゃったんですね。そうなので手持ち無沙汰になっちゃったっていう話をしたくて、もう重ねすぎだよ、もういいよ。ありがとうございました。